皆さんこんにちは。サッカーフランス一部リーグのスタッドランス所属の伊東純也選手が女性2人に猥褻な行為をしたなどとして告訴された問題で、大阪府警は2日、伊東選手を準強制性交などの容疑で大阪地検に書類送検されたことが関係者への取材で分かりました。同地検は不起訴とする公算が大きいようです。また府警は同日に女性2人も虚偽告訴容疑で書類送検しています。女性2人は1月、伊東選手が2人を酔わせ抵抗できない状態にした上で無理やり性的な暴行を加えたとする告訴状を提出しましたが、これに対して伊東純也選手側は女性の訴えに反する証拠があり無理やり行為に及んだ事実はないとして2人の訴えは虚偽だと告訴していました。容疑についてまとめてみると、伊東純也選手の送検容疑は2023年6月に大阪市内のホテルで女性2人に猥褻な行為をした疑いで、女性2人の送検容疑は告訴内容に客観的事実と異なる内容が含まれていた疑いということになります。伊東純也選手は2022年のワールドカップカタール大会に日本代表として全4試合に出場していましたが、週刊誌が女性2人との性的トラブルを報じた後、今年2月に日本代表から離脱していました。また女性2人に対しては告訴だけでなく性被害の嘘の訴えでスポンサー契約が終了するなど損害が出たということから、2億円以上の損害賠償も請求していました。訴訟相手女性2人についても現在大きな注目が集まっていますが、続いては時間が経つにつれて明らかになってきたことなども見ていきましょう。伊東純也選手の動向に注目が集まっていた中、事件の鍵を握る人々が口を開き始めていました。当時伊東純也選手のマネジメントをしており、問題の夜も事件直前まで行動を共にしていた X 氏は、目に涙をにじませながら開口一番、これはでっち上げですと語ります。当初は口を閉ざしていましたが、このまま事態を長引かせてはならないと決意し、週刊誌の取材に応じていたのです。記事には、女性が伊東選手の部屋の中で一升瓶の日本酒など大量のお酒を飲まされ意識を失ったと書かれていますが、嘘です。あの部屋に持ち込んだのは缶チューハイなどが数本と芋焼酎の小さなボトル1本だけでした。一升瓶などありません。そしてそのことを裏付ける証拠もあると伊東純也選手側の加藤博太郎弁護士は主張します。それはその夜コンビニで酒などを買った代金の明細です。問題の夜に伊東純也選手の部屋で飲んでいたのは X 氏の他に伊東純也選手、男性トレーナー、そして2人の女性の計5人であり、酒代の合計はおつまみ込みで4387円だったといいます。一人当たりの酒の量は缶チューハイを1、2本くらい、焼酎は女性は苦手だと言って飲んでいなかったと語る X 氏。その後 X 氏は早々に中座して自室に引き上げ、翌朝テレビ番組の撮影のために伊東純也選手を迎えに行ったといいます。その時彼は部屋で何を見たのでしょうか。女性2人は寝ていて、部屋に入る時にすでに着ていた部屋着などを着ていました。裸ではありません。そして X 氏はあるいきさつを強調しました。女性側はこの日の直後に被害を訴えたと言っているようですが、そうではありません。事件があった昨年6月の時点では、女性は朝まで部屋にいたことを誤っていました。それが昨年9月になって突然性被害に遭ったとして賠償金などを求めてきたのです。前室の加藤弁護士もここに事件の謎を解く鍵があると主張します。女性の説明が事件直後から2点3点しているんです。週刊誌は性被害を訴えている A さん、B さんという2人の女性が当時の記憶について次のように話したと報じています。まず A さんは、性被害を受けている間の意識がほとんどなかったのですが、何が起きたのかを B ちゃんに聞かされて愕然となりました。一方の B さんは、自分自身について性行為中の記憶はないが、性行為をされた後のような感触があった。そして A さんについては、隣のベッドで A ちゃんが伊藤さんに侵されているのは分かりましたと説明したといいます。つまり女性側の話によれば、実際に事件を目撃しているのは B さんだけということから、必然的に捜査の鍵を握るのも B さんの証言ということになります。ところがこの B さんが事件後には全く違うことを話していたと伊東純也選手側は主張しているのです。そしてさらにこの主張を裏付けるかもしれない資料を入手していました。それは問題の夜からしばらくして A さんの知人男性が B さんに事情を聞いたときに録音されたものだといいます。一番近いところにいた B ちゃんに
客観的にいろんなことを全部聞いてみたいと思って。そうですね、はい。そんなやり取りから始まる録音の中で、 B さんとされる女性の声は時折笑いも交え落ち着いて聞こえます。まず伊藤選手の部屋での雰囲気についてこう語ります。もうみんなで普通に、 A ももちろん一緒に同じホテルの部屋で飲み始めたんですね。しかし飲み会が始まったのは深夜であり、 B さんはすぐ寝てしまったと言います。そして B さん自身の性被害について、週刊誌の記事では B さんは男性トレーナーに体を舐められるなどしたと証言していますが、録音の音声の中では、男性トレーナーと寝てたの？あなたは？と聞かれた B さんは、いやいやいや、本当に一人でぐっすり寝てたと思う。男性トレーナーの腕枕で、B ちゃんが寝てたとかじゃなくて？と聞かれると、それは絶対にないです。ふふふ、絶対にない。そして A さんと伊藤純也選手の間に何があったかについて、A さんは実際に、その伊藤選手とやっちゃってるみたいなことは言ってきてる。と質問されると B さんと思われる声は即座に、ああ、言ってないです。と答えていたのです。刑事告訴時の B さんの訴えは、A さんが犯されているのが分かり、自分の体には性行為後の感触があった。というものでした。加藤弁護士は語ります。事件後に B さんが話していた内容は、今回の刑事告訴とはまるで違ったんです。ただ一方で性被害に遭った女性が、直後に素直に被害を訴えられないこともあるという指摘も多いのは事実です。または B さんにとって録音の中の聞き手の男性が性被害を打ち明けれるような相手ではなかったという可能性も考えることはできます。しかしもし伊藤純也選手側の主張が正しいとすると、女性たちはなぜわざわざ伊藤純也選手を貶めるような刑事告訴をしたのでしょうか。その謎を解き明かすかもしれない音声も出てきました。それは女性 A さんが契約する芸能事務所の社長がこの件について語っている録音です。前出した X 氏は伊藤純也選手のマネジメントの他に映像関係の仕事もしており、 A さんらは X 氏から仕事をもらう立場でした。しかし事件の前月、 A さんの芸能事務所は X 氏が勤めていた会社から契約を打ち切られていました。その中で A さん側がこの日 X 氏に近づこうとしたものの、予定と違い伊藤純也選手の部屋に泊まってしまったということなのでしょうか。 A さんは芸能事務所社長宛ての LINE の中で伊藤純也選手の部屋に泊まった理由をこう書いています。 X さんの中で純也さんにいい思いをさせてあげる会なのかなってちょっとなってたとこもあって、しかし X 氏はそのようなことは全く考えておらず、芸能事務所側を厳しく注意したといいます。 A さんらが性被害を訴えて刑事告訴をしたのは、X 氏の会社と芸能事務所の契約打ち切り、そして X 氏からの叱責の後だったようです。さまざまな物的証拠やいきさつは、本当に性加害があったのかについての疑問を投げかけているようにも感じられますが、これはあくまで伊藤純也選手側から見た事実をもとにした考えです。女性側の視点から見れば違う光景が広がっているのかもしれません。そのように不鮮明な情報が交錯する中で、女性2人の具体的な名前まで上がってきたといいます。調べてみると、女性の名前は伊藤咲と桐谷優里ではないかというものでした。ですが現状では明確にこの二人で特定されたというような情報は一切出ていません。伊藤咲さんと桐谷優里さんのインスタグラムが2024年2月の半ば時点で非公開にされていたことも、こういった噂の発端となったのかもしれません。伊藤咲さんと桐谷優里さんの情報に関しては、伊藤純也さんと特に仲が良くサッカー観戦しただけという説もあるようなので、一方的な誹謗中傷などは控えた方が良さそうですね。いかがだったでしょうか。今回は伊藤純也選手の現状についてご紹介してきました。今後この一連の報道の真実は明らかになるのでしょうか。注目が集まりますね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。